夜明けだ。桐生は立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、阿波野です。
何なんだ。黙って出さんか。やんのか。人を集めてこい。ピッ。待ちじ。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは堂島組でごった返す。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。Ha!
だ。いらないぞ。2分で来い。Ugh!
しろ、この野郎は。Hey!
ねえ、ヤクザに追われてるんでしょ。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの何うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰なんで俺を助ける。あんたを追いかけてんのがどいつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。分かった。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先は劇場広場の方に繋がってるみたい。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。出なきゃ抜け道。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろうが。
阿波野。待ってたぜキリア。やっぱクゼナラキはしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ねえ。ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。いいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。あの不動産屋田島なお、俺によりゃおめえは勝ち組、一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろう、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。きれいなら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ、組の門に見られたらまずい。だがいいから。
頭下げて隠れたろ。粟野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。うん、あ、道島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。キリュウ、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いにまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死ん大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつてカムロ町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を増し